何してんの？これです。何してんの？マジでさ、売れる気あんの？本当にやばいっす。無理。ちょっとマジで無理。お疲れ様です。今日はハロウィンイベントということで、毎年ハロウィンイベントは結構ガチでコスプレするんで、今回呪術廻戦 の, ゲートをすぐるというのをキャラクターさせてもらって、うち本当にガチでやるんで、もう お客様が来て楽しんでもらえるような、担当も楽しんでもらえるような、そういうイベントにするんで、運営陣も内勤もプレイヤーと姫様が楽しんでもらえることに全て全力なんで。そうですね、今回ハロウィンイベントなんで、パンプキンスープだとかカレーだとかで、ホットドッグだとか、お菓子系のパンケーキだったりパフェだったり、甘い系のお菓子とかもここで作らせてもらいます。はい、はい、なんで毎回うちのこのイベントめちゃくちゃ混むんですよ。毎回人気で、特にみんなコスプレしてくるんで、普段のみんなとは違う感じで見れると思うんで。最終的には今日自分の担当以外のキャストも投票を行って、1日目と2日目で合計で一番コスプレのクオリティが高かった男の子が、今度は4人選ばれて、ツイッターお店側から甘ぎふを出して、その中でまた1位を決めるっていうやつをやります。ツイッターで、で男の子もこれでフォロワー数も増えたりとかするんで、そういうようなちゃんとコスプレした努力した人、男の子に対して何か頼むっていうようなことをちゃんとうちらはやるんで、はい、で結果こうやって盛り上がってこうやって回ります。リレオンのイベントってもちろんプレイヤーがコスプレするだけじゃなくて、今日女の子もコスプレしてて、もうガチのワンピースフィルムレッドのウタのキャラクターなんですけど、いるんですけど、今日龍馬8時出勤なんで、今と電話してるんですけど、出ないで、で今その女の子今3人来てて、なんか龍馬がコスプレを買い忘れたっていうのを聞いたん でもしかしたらそれで来てないのかもしれないです。探してるのか、それとも来る気ないみたいなパターンの可能性もあるんで、龍馬寮に住んでるんで行くしかないですね、これ。さすがにまずいですよね、これバレたらアウトなんで。よし、いや何人かいますんですけど、他の男の子は結構掃除なんで早めに出ちゃってるんで、さっき男の子に聞いたら寮もいたって言ってたんで、お店に来ないで行くのは初めてですね。はい、寮自体はちゃんと掃除できてるかとか、そういうの細かく見るために行ったりはしますけど、コスプレなしで出勤するのすごい嫌じゃないですか。だからそれが恥ずかしいから、何も連絡しないで、はい、引っこもってるパターンの可能性が、お客様の数も多いし売り上げもそこそこあるんで、もったいないですよね。1000万とか売れる実力あるんで。あれをここっすね、ここ明かりついてるんでいますね。りょうま、りょうまいいの知ってんだよ。先生、何してんの？ここです。何してんの？いや、今ちょうど電話して。いやいや、リオスちゃんね、今何時だ？おい、いや、何も聞き換えても何もないじゃん。部屋もできてねえし。ちょ、会話するよ。コスプレ？特に仕事始まってんじゃん。今日イベント出した。何してんの？ちょうど、おい、なんでこれ壊れてんの？こういうの何も報告しねえじゃん。いや、これ壊してたら普通にヤバくない？普通に考えて、これわざわざさ、コスプレしてさ、他のお客さんも来てて現場にいなきゃいけないのに、俺今ここにいるわけや。幹部でしょ、何してんのねえ。遅刻したとかのレベルじゃないじゃん。もう遅刻したら奴の気満々じゃん。ちょうどいいことしたっす。どこに？ドンキちょっと寄って。いや、ドンキ寄って行ったら何時になるんだよ今から。え、マジでさ、売れる気あんの？前回もさ、4時間と5時間他のお客さん待たせたりとかしたわけじゃん、うん、それで俺めっちゃ怒ったじゃん。で、まだ同じことやってんじゃん。もうみんなコスプレしてもう現場にいるわけよ。で、龍馬のお客さん来てて、龍馬のお客さんにヘルプついてるわけよ。でも龍馬の本人がいないわけじゃん。自分のお客さん放置してやってんじゃん、ゲーム。うん、中断みたいになってんじゃん。もうこれデータ消すね。いい本当にやばいっす。無理ちょ、マジで無理あ、もう消えた、綺麗に。まあ、ソフトありません。やばいっす。いや嫌んでしょ、やる必要ないじゃん。だってせんでこれじゃない、マジで。もうマジいらないからさ、もうこんなゲーム。早くもっと早く来いよ、早く。はい、開けてて、早く。鍵も一緒に。本当さ、何してんの？
今来てるお客さんでさ、結構使ってくれてるじゃん。その放置でさ、みんな売れようと思ってさ、必死に頑張ってんだよね。でも売れたい売れたいって言ってるけどさ、実際そのさ、行動が止まってないわよ。マジないからね。もう今日このパジャマのもので、で自分がコップで買うの忘れたし、こうしたの悪いんやでしょ。一回ちょっと恥ずかしかった方がいいよ。はいはい、どうしたどうしたどうした、それそれやつやつやつ、はいいいね、はいグリグリよしょいしょ、はいそこ、はいグリグリハロウェイいいよ。とそれじゃあ撮って、これ決めさまじょうさ、決めの方がしっかりコスプレしてるのに、すいません。あ、リョーマ、昨日はね、あんな状態だったからさ、今日はちゃんとメイクしてでも頑張ってるね、偉いじゃんって言いたいんだけど、今日してんだよね、遅刻してた。普通にさ、もうこんだけちゃんとして生きてるのにさ、遅刻でもったいなくない？うん、今日はちゃんとやってんだから。 OK？ よし。あーりょー、お金が好き。怪盗キッドです。桜木花道スラムダンクのコスプレです。闇川です。オリジナリティで勝負したいんで。あ、牛島社長です。低予算で高クオリティな。光の子っていう藤原のサイズ。呪術廻戦の、お骨雄太。東京リベンジャーズのカキトラでよろしくお願いします。マイケ殺さないといけないんで、今日はメイトだ、メイト。マスクマンです。今日もパーティーだ。東京リベンジャーズのマジケンスです。よろしくな。じゃあお疲れ様。明日が全てだから、明日ね、幹部陣もね、見せれるとこちゃんと見せて全力で頑張っていきましょう。今1日の2日目、3日目をこれ終わって、で、あとラストじゃん。やっぱ幹部で主任という立場でまだあんまやってないから、まあ、そこはやっぱ見せていかなきゃいけないから、かっこいいとこ見せて、はい、どういう俺のコスプレしてんだから。そうですね、幹部としてやっぱり主任になってから特に出ることないんで、やっぱそういうのを見せていかなきゃいけないと思って。 OK、はい、よし。1日の2日目、3日目、4日目終わって、ビューティーとリョーガとノアが見せてくれてるから、ラスト1日、ここはもうあと他の幹部がね、全力で見せていくところだから、マス狙いするんだよ。俺がすげえってところ頑張ってことだよ。向こうは1000万売れる男の子が多いんで、1人が300万400万売ったとしても2000万ぐらいを上げてきたら負けちゃうんで、まあ、こっちでどれだけそれに近づけるか、もう SNS とか見てみれば分かると思うんですけど、一つずつのこのエンターテインメント性のすごい重視してるんで、ホストクラブが生き残っていくためには、そのエンターテインメントをどれだけ追求できるか、プレイヤーだけじゃなくて女の子も一体感としてみんなが楽しめるような、そういうものができるお店だからこそ発展していくと思ってます。ホスト業界っていろいろとね、まあ、悪いみたいな世界観すごい広がってると思うんですけど、実はそんなことなくて、だから仮装したりとかこうエンターテインメントに触れるって、ね、そういう機会ってなかなかないんで、本当にそういう機会を与えられるような、まあ、今回のハロウィーンイベント見てもらえれば分かると思うんですけど、男の子も女の子も仮装して全力楽しんでるんで、これからもっと見てほしいなと思います。悪いみたいなイメージを払拭したいんで、本当にすごいいい場所なんで、嫌がるっていう意識に達し合ってるんで、ちゃんと協力しないと。個人が本気であることがすごい大事、運営だからって手を抜くとしょっついてこなくなるんで、誰よりも本気でやる。今日はしっかり勝ちでいきましょう。よいしょー、リリオに勝つぞー。千葉選手です。あ、いいよ。すいません、本当に一緒の部分だけ本当に好きです。いいよ。いや、僕が悪かったんで、マジで今回だけに関しては本当に